ちょっといいですか一応さん、はい、今ホワインからあの指示が来まして、ホワインとしては PC イベントの1時間前から周辺線量が上がっているので、弁当前から PCV から漏れていたと思っているということは、 1F1 のようなこと爆発などが起こる可能性があると思っているので、例えばブロワーアウトパネルを分けるなどのような対策を考えることと、そういう指示が来てます。はい、それ検討願います。こっちでもちょっと考えるけど、逆に言うとそこはさっきも言ったようにみんなで考えましょうと、うん、いう話ね、うん、そうだよ。